台湾が染めた自国で建造した潜水艦一番艦ハイクン、海鯤がついに動き出したという情報が入ってきました。今回は、そんなハイクンの性能について見ていきます。ハイクンの X 火事は、日本の潜水艦に似ているようですし、親しみが持てますね。しかし、アメリカ海軍が全面バックアップしているとはいえ、台湾海軍が動かせるのかもかなり気になるところです。MK48 魚雷搭載はマジでやばい。中国原潜も終了です。9月28日、古代中国創造上の巨大魚の名を持つ台湾で、初の国産潜水艦ハイクン型一番艦が、台湾南部の高雄の造船所で進水式を迎えました。このハイクン潜水艦は言うまでもなく、近年、台湾の武力統一の意思をあからさまにしている中国習近平体制への大きな牽制力になると思われます。台湾の潜水艦に対して、中国は身の程知らずと非難しました。逆に言えば、中国にとって、かなりの深刻事態だからこそ、過敏に反応したのではないかとも推測されるのです。通常動力型潜水艦のハイクンは、通常型としてはビッグサイズです。そのせいふさわしいと言えるでしょう。でも、同タイプの海自最新型潜水艦タイゲイ型よりは、ちょっと小さいようですね。特徴は、タイゲイ型と同じく、高性能リチウムイオン電池を採用したため、2週間ほどの連続潜航が可能と推測されること、アメリカの原潜に搭載している最新戦闘システムを採用していること、高性能長距離誘導魚雷、射程約 50km を装備していることです。兵装の中でも、MK48 魚雷は、時速70〜100km、敵が回避しても再指令すると、何度も何度も攻撃を繰り返す、しつこい魚雷です。もはや、水中対艦ミサイルと断言しても誇張ではないほどの性能ではないでしょうか。アメリカの最先端技術が使われているので、タイゲイ型よりも高性能ではないかと考える防衛軍事関係者も多いようですね。台湾は潜水艦を自前で作りましたが、建造のノウハウは持っていませんでした。ではどうやって作ったのでしょうか。ある報道によると、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したというのです。つまり民主主義勢力連合というわけです。日本にも参加要請があったらしいのですが、対中関係などを考慮して、軍事的協力は断ったが、民生レベルの技術協力という名目で応援している可能性はあるという噂です。自分で作れなければ、外国から輸入すればいいじゃないという某フランス女王のような声もあるようですが、台湾は国際的にも非常に微妙な存在です。潜水艦の完成品を外国から輸入するとしても、売却する国はほとんどないでしょう。というのは、世界の多くの国は中国との国交を選び、台湾と断交しています。建前上は、一つの中国の原則に従ったという形です。日本もそうです。ですから、台湾へ武器を輸出することは、一つの中国体制を無視することだと中国が猛反発、巨大の経済力を武器に、貿易制限、中止の報復に出るのが、いつものやり口になっているのです。実例があります。潜水艦を売却したオランダと1980年代に、軍艦やミラージュ戦闘機を販売したフランスが、中国の経済制裁でダメージを受けています。唯一の例外はアメリカです。台湾の安全保障を謳う国内法、台湾関係法を理由に、中国の非難を無視して、台湾に武器輸出を続けています。中国とは、正面から対決はしないが、全面的に認めるわけではないという方針でしょう。国内法を盾にして、外国を脅すのは中国も同じでしたね。いずれにしても、台湾が潜水艦建造クラブに入り、自前で量産できる国になった事実は、中国にとって見過ごせない大きな衝撃だったでしょう。つまり、台湾が輸入しようとしたら、輸出しそうな国を、中国は経済制裁で脅し、中止させることができたのですが、もう脅しは効きません。台湾は、好きな時に、好きなだけ潜水艦を作り、配備できることになったのですから。ロシア・ウクライナ戦争を見た台湾は、潜水艦のように、
重要な兵器は自前で確保するのが安全保障の肝と痛感したのでしょう。台湾については、次はスタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦を開発するのか?という気の早い話題も飛び出しているようです。スタンドオフミサイル最大のメリットは、敵の射程外から攻撃できる距離の長さでしょう。中国が上陸作戦を行うとしたら、ミサイルやドローンの攻撃対象になるのは、空軍基地やレーダー、防空設備、軍港などです。敵の耳目と反撃手段を叩くのが戦術の定石ですからね。このため、台湾は反撃能力確保にも熱心で、中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル、射程約 600km の量産をスタートしました。また、改良型として、射程 1200km のミサイル開発中ということです。中国本土での標的は、台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市と考えられます。ミサイルは、中国側から攻撃し、憎い台湾島南北の険しい山脈の向こう側、東海岸に配備すると推測されます。両地点は十分射程内ですが、巡航ミサイルは、撃墜回避のためジグザグ飛行ですから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離とされます。軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルなので、狙い撃ちされにくい一方、中国工作員の破壊行動などに遭う危険性はあります。となると、台湾は潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載、反撃手段の切り札にするだろうと推理する向きもあるようです。しかも、10発以上の搭載を目指しているという説もありますし、射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に積めば、黄海まで進出して首都北京を伺うことさえ不可能ではないと思われるのです。この潜水艦の存在自体が、中国への強力な抑止力になることは間違いないでしょう。万が一北京を攻撃されたら、共産党指導部の権威失墜は間違いありません。ある人が想定した台湾有事の際のシナリオを紹介しましょう。中国指導部を戦意喪失させるため、台湾潜水艦は中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指して攻撃してくるだろう。以前は台湾有事でも中国との全面戦争を避けたいアメリカは中国軍艦への直接攻撃はないだろうし、台湾には4隻の老朽潜水艦だけなので全く勝負にならないと考えられていた。しかし状況はガラリと変わった。アメリカが制止しても台湾が自衛権に基づく反撃として複数の海軍級で出撃したら対潜水能力で劣る中国海軍は行動を制限されるだろう。艦艇の太平洋側への展開はおろか、軍港から出ることすら不可能になるかもしれない。そして、万が一、大切な空母が撃沈されてしまったら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は、一気に権力の座から引きずり下ろされる公算が高い。当然、侵攻作戦も中止せざるを得ない。台湾有事となれば、日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が、密かに台湾に加勢するだろう。台湾潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻止すれば、台湾東部太平洋地域で、中国が制空権を握るのは、ほぼ絶望的になる。そうなれば、この海域に進出した中国潜水艦は、西側の潜水艦や追潜哨戒機に次々に発見され、撃沈される可能性が高い。潜水艦の存在理由を思うと、仮に西側連合軍に撃沈されたとしても、西側が撃沈したと、中国が公言はできない。自軍の弱さを認めるようなものだし、ごまかそうにも海中の出来事なので、証拠もでっち上げにくい。身動きが取れなくなってしまう。こうなると、台湾を海上封鎖し、兵糧攻めで締め上げるというシナリオは瓦解してしまう。台湾の潜水艦建造に関しては、中国側に機密が漏洩したとリークされたり、2027年までに5隻以上を建造して、中国の脅威に備える予定らしいなどという、まことしやかな話が、ヨーロッパあたりの防衛関連業界から聞こえてきたとか、情報戦の駆け引きが激しくなっているようです。一つ言えることは、
集大成の台湾武力統一への執着のせいで、台湾が潜水艦を建造したようなものですから、つまりは、寝た子を起こして、藪から蛇を出したようなものと言えましょう。